この動画を見た後100万あなたがいきなりもらえたとして、それを一瞬で溶かす人もいれば時間をかけて何倍にも増やす人もいるように、たとえ何かの才能があってもそれをコントロールする能力がなければ十分に生かされないこともあってさ、西村雅彦さんのお芝居は天才的にうまいと俺は思ってるんだけど、俳優に限らず多くの職業は誰かとつながりながらやるものだから、ただ一人天才がいるってだけで全部うまくいくとは限らないよね。サッカーと同じで、才能って言葉の本当の意味は自分を客観視する能力のことなんじゃないかと思うんだよ。知らんけど。